14、15、16、16、頑張れよ。なんだその腰つきは。そんな人ごとじゃないでしょ。ゴーも大吉も体を鍛えておかなくちゃ。指定魔人と戦うのは命がけなんだからね。分かってるよ。そうだ。ノリスケやり直し100回。そんな。気をつけなきゃ。貴様
よし、タートルタンクの威力を見せてやる。発射。ゲゾマシン、発進 OK。 今だ。ステマジメ、
できないの？もうしばらく、もうしばらくの辛抱です。わかってるわ。ゴーダン、ブラストオフ。突っ込むパートを作れ。ゴーダム。
死んだ。みんなの街を守るため、地震のもとを食い尽くせ、台風の目に遭い当たりびくともしない。おっと頼りになるやつ、あれが急所だ、ゾウ。ダメだわ、最後の手段、 LD 銃スタンバイ。標準距離100、角度40、発射準備完了。スイッチオン。今だ、発射。なんとか引き離せ。ゴーダン、ゴーダンタイガーファイヤー。デイリーマシンをやっつけろ、僕のでかいやつ、がっちりしたやつ、強いやつ、タイガー砲丸だ。祈願島の秘密だったのね。すげえメカニック、一体誰がいつの間に作ったんだ。ゴエモン、頭のいいところで考えてくれ。これは何だと思う？乗り物の機関部みたいだし、ロボットの電子頭脳みたいだし、複雑でわからんよ。このメカは死んでるんだ、全然動かないじゃないか。まさかここ悪い奴らの本部じゃないだろうな。襲うのは話を聞いてからにしてくれよ。そうだよ、まず話し合うべきだよ。悪いやつじゃなさそうね。大丈夫かいおじさん、トントンって飛んでみたらね。 ありがとう。いやいや、どうもどうも。見つけたぞ、やっと大洗博士の秘密を知ることができたぞ。大洗博士？30年前この祈願島で亡くなった科学者だ。あんた誰なの？国際地殻調査センターの調査技官、志摩仙太郎だ。よろしく。肩書きと名前はかっこいいけど、案外と弱いんだね、あんた。え？君たちが強すぎるんだよ。僕たちグワッパーファイブさ。
志摩さん、もっと詳しく話して。僕はこの奇岩島で30年前に死んだ大洗博士の秘密を知ろうとして、昨日モーターボートでやってきたんだ。しかし大渦でボートは壊され、やっと泳ぎ着いたんだ。俺たちと同じだ。大洗博士ってどんな科学者だったんだ。人類は今地底魔人たちによって全滅させられてしまうという説を唱えた科学者だ。地底魔人だって。ところが世界の科学者たちは笑って相手にしなかった。その後博士はこの島に一人で暮らしていたんだ。そうだろうな、俺だって信じられないもん。僕は信じる。これが何よりの証拠だ。世界の各地で次々に謎の事件が起きている。その原因が地底魔人だとしたら。いや、わしの記憶をメカズノに移植したゴーダムの声と知るがよい。シマさん、これはコンピューターが映し出す立体映像だ。しかし確かにこの人は大洗博士。30年前、わしは同志の科学者と共にこの奇岩島に秘密基地ゴーダムを作った。そしていつの日かわしの説を信じ、地底魔人と戦う勇気ある者の来るのを待っていた。お前たちはゴーダムが起こした大渦にも負けずここへやってきた。勇気と知恵のある者と信じよう。やっぱりあの渦は地底魔人は人間たちを全滅させようと企んでいる。ゴアッパー5とか言ったな。お前たちにこの秘密基地ゴーダムを与えよう。秘密基地ゴーダム。ゴーダムは地底魔人と戦える地上最強のロボットだ。勇気と正義のある子供たちよ、わしはお前たちがゴーダムと共に戦ってくれることと信じる。僕が信じた通りだ。地底魔人を捕らえて、その恐ろしさを世界の人々に信じさせなければならない。やるわ、きっと捕まえてみせるわ。なんだかよ、こうすごく張り切っちゃうよな。俺もジーンときたぜ。僕もさ、ゴアッパー5にはゴーダムがついてるんだもんな。ちっとも科学ないや。でもさ、ママに叱られないかな。バカったれ、こういうことは秘密にしておくんだ。親父にもお袋にも学校の先生にも。その通りだ。このことは誰にも秘密だ。地底魔人に知られたらこっちの作戦がやりにくい。ゴアッパー5、ゴーダム、私たちの本当の冒険の始まりだわ。